千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、前歯の差し歯の治療期間は平均どれくらいという質問にお答えしたいと思います。前歯の差し歯、まず差し歯の説明からお話しします。まず歯の模型があります。歯というのは骨から抜くとこんな感じになっています。今持っているところが根っこのところです。でこれを絵にしてみますと、こんな感じで歯の根っこがあって、でここにこの部分が土台の部分で、これがかぶせ物、頭の部分ですが土台にかぶせ物をかぶせる。で固定物と言いますが、人工的に作ったもの、この部分が歯に根っこに刺しているから差し歯というようですで差し歯の説明はこのぐらいでこの差し歯をする時には必ず根っこの治療が必要です。神経を取った歯でここにお薬が入っている状態、この根の治療に早くても3回から4回ぐらいはかかります。でその後に土台を作って削って、根っこの治療が3回から4回で4回として、で、土台を作って1回で削って型を取って1回でかぶせ物で1回全部で、7回ぐらい、まあ1週間に一遍として7週ぐらいはかかるかなと、まあ一つの目安として置いておいてほしいんですが、だいたい7週、まあ2ヶ月ですねが、早くて、かかる期間になります。詳しいご質問ご相談はコメントいただければお返ししたいと思います。